もう二度と彼があなたを離さない。なぜ最悪な破局がきっかけで彼との関係が付き合う前よりさらに深まったのか。結婚したいなら絶対復縁した方がいい。三つの理由とは。5、電話番号だと怖いから LINE でいい。とあからさまに警戒する。わざわざ気を許したわけじゃありませんと宣言するような言い方しなくても、10代男性というように表現一つで相手をムッとさせてしまったケースです。LINE の方が連絡しやすいなどの前向きな言い回しなら、真意を悟られずに済みそうです。6、忙しくて返信とかあまりできませんけどと断りを入れる。こっちが乗り気だと踏んで予防線を張ったんだろうけど、勘違いもいいところ。20代男性というように、連絡をくれても無駄だとほのめかすのは、先走りすぎかもしれません。その場は、無難に収めて、ことが起きた時に対処しても遅くはないでしょう。7、ごめんなさい、彼氏がいるので、と聞かれてもいないのに強調する。彼氏思いだねと返事したけど、別に狙ってねえし。とカチンときた10代男性というように、届かれているかのように振る舞うと、うぬぼれるな。とイラッとされそうです。とはいえ、男性がしつこい場合には有効なセリフでしょう。8、他の人には内緒にしてくださいよ。と何度も念を押す。お前のメアドは機密事項か。と呆れてしまった20代男性というように、情報漏れを気にしすぎると、面倒なやっこだと思われそうです。どうしても心配なら、こういう時のために、捨てメールアドレスを取得しておくという手もあるでしょう。9、ああ、今日スマホ忘れちゃったんですよと見えすいた嘘をつく。あんたなんかに教えるかと言われてるようで、かなりムカつく。10代男性というように、拒絶の意思がありありと伝わるような態度は、不評を買うでしょう。自分の連絡先は教えないにしても、相手の情報を聞いておくくらいの気遣いは見せたいところです。